じゃあ俺かじゃあ、なんか突然元気ですね。元気、はい、元気です。いや、冒頭元気じゃないか、はいはい、伝える側とすればね、はいはい、さあ、パリーグ編ということで、はい、まあ、セリーグは頭からいったけども、はい、まあ、ちょっと最下位の方からね、まあ、パリーグも OB2 人である、あの、まあ、セリーグはね、ヤクルトは大半最下位の予想された解説者多かったですけど、あ、セリーグはね、うん、パリーグも日本の最下位にされた解説者多かったと思うんですよ。どな、ない最下位、俺も最下位、ガンちゃんは A クラス。なんでやねん。まあ、ガンちゃんはガンちゃんには視点があるからね。忖度があるからな。まあでも、有原が受けて、まあ、ピッチャーはちょっときついというところが一番でしょ、僕は。まあ、ただ、伊藤が入ってきてる。多分未知数だったでしょ。まあまあ、確かにな。でも伊藤はすごい。ね。あとやっぱりもう、軒並み、あの主力のね、まあ、中田、近藤、西川、太田。というのがちょっと低調やという、で、怪我とかがいていないというのが一番ですね。まあ確かにな、うん、あとやっぱりもう監督が10年目というので、なんかその辺のこうちょっとこう見てたら、なんかこうもう間延びしてるような感じがちょっとしましたね。清宮どうだ今見たら、まあ打率もファームで2割ぐらい、そうそう、ホームラン9本、そう、今ね、今取ってる時点では2試合連続ホームそうね、でもね、もちろんいいことですよ。でもファームで、ね、やっぱりあれだけ手出されたバッターがね、だからさ、打率2割っていうのはやっぱダメですよ。あっちゃんだったらどう教える？でもね、あれぐらいのね、そのある程度その高校時代からましてドラフト1位で7球団競合したバッターっていうのは、そんなにね、まあ、初めむちゃくちゃ教えなくてもある程度のものはあったはずなんですよ、うん、これがだん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 今悪くなっていってる時じゃないですかいや、ずっと下降線だよ、ね、だから見てるとやっぱり、だから自分こういう時って本人ももう出ないって分かってきた時が一番教えがいがあるんじゃないですか。本人も聞く、まあ、まあ確かに聞くも出るからね。いや、俺はね、一軍にね、ずっと帯同させたのが失敗だと思う。今いつも言われますね、自信喪失だ、簡単に言えば。本当に自信喪失になってくれてればいいと思うんですよ。それをまだ、例えばもっと出たらね、もっと出たかも分からへんとかいうふうに思ってるかもしれないです。で、これで本当に清宮が夏の腐す時にね、二軍っていうのは大変やと、辛いというのは、やっぱり中にいなきゃいけないっていうのを分かって、本当に真摯にそのなんかこう自分の野球に取り組めるかということが大事だなと思います。まあ、必死になるというか、ね、そうですね、夢中になるというかね。やっぱりその、もともとそれはね、7球団が1位に住めば持ってるものはすごいと思うんですけど、やっぱりもうちょっとっていうところが足らないと思うんですよ。確かに。それは趣味にしても一緒ですよね。だからそんなのはもう技術はこうとかアートはいらっしゃるたくさんあるじゃないですか。だからそんなの出てきたらちょっとこうグッと動くと思うんですけどね。でも万波とかさ、野村とかさ、はい、で高浜、はい、まあ、高浜はちょっと年齢上やけどさ、ああいう若手が育ってきてるじゃない。まあちょっとね、焦りもあるだろうな。それって僕大事と思うんですよ。大事だよな。焦らなあかんですよ。そうだよな、はい、うん、で、このもう今年のドラフトっていうのは自分らの同級生の子がね、うん、ドラフト指名されるわけじゃないですか。うん、だからそうなんで、やっぱ焦っていいと思うし、焦らなあかんと思いますね。そうだよね。技術に言えば、やっぱりちょっとこう、状態、頭から出ていってしまうんで、下半身が割れない分だけ、バットがインサートが出てこないから、引っ掛けたゴロって多いでしょ。かぶってきた打球が上がらへんという。上がらない。だから、キャンプ見てても、ちょっと今年は左中間方向に飛ばそうというようなことをしてましたけど、それが分からへんと、上だけでやってるとおかしくなってまいりますよね。下半身から行って逆方に飛ばすっていうようなイメージが出てくればね。解説者誰かはもう忘れたけどさ、日本ハムのキャンプテレビで見てたらさ、いや今年の気温はいいですよってどこがええんや、忘れてへんか、忘れてへん、誰か覚えてるでしょ、解説者メールしたからどこがええんやってこんな打てんやろ言ってこれは誰やろ言って、ちゃんとしたこと教えろ言って、だから本人も今年はそうやってしようと思ったけど、基本的になんでこうしたらこうあっちになりが飛ぶかとかいうことを分かってなくてやってもらったんでしょうね。でも日本ハムは一生懸命やってると思うよ、はい、若手を使ったりとかね、世代交代もしながらね、はい、でもやっぱり清宮がなんかこう軸になるようなそういう存在になってこないとやっぱダメやな。やっぱあの年代ね、まあ、村上も今軸安田だってね、去年やっぱり最後ねプレーオフ行くか行かへんかってところでやっぱ4番としてね、それなりにやりましたよ、うん、やっぱり藤原もそうだよ、そうです、やっぱりああいう風なやっぱドラフトの1位で入ってきて、ああいう成り物で入ってきた選手っていうのが
ああいうふうになってくるとチームを活性化するという、うん、あの話の佐藤も一緒ですよ、うん、そうだな、だから清宮っていうのは、まあ、そういうのを望みたいですよね。いや期待するよな、やっぱな。でも入ってきたら教えたいと思うやろ、教えがあるから、あれだけの素質があるんだったら。だからまあほんま苦しんでるでしょうね。苦しんだろうな、苦しんでたらいいんだけどな。そう、本当そうですな。本当にあのこれはバッティング練習のから1本、バッティング練習ね、たかが1本ですけど1本、まあゴロのゴロも1本ね、ちょっと横の俺でも飛びつくぐらいの、これってのは精神論だけではなくて、そういう風なこう最後の執念というのが出てくればね、打席の中での執念も出てくると思います。そうだな、もちろんそれは技術があった上でですけどね。それが三振するかファウルで逃げるか、本当もう紙一重だもんな。詰まって前あのレフトの前に落とすかね。そう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 、そういうのは簡単なものじゃないんだけど、もちろん技術があった上ですけど、そういうところが出てくればね、うん、また清宮になって僕は一軍で活躍して、またやっぱり中心選手になっていってもらわなきゃいけない選手ですからね。いやみんな期待してるからな。いやそりゃそうでしょうな。だって福留以来でしょ、うん、1位が7、9段なんて、そんな高校生いませんよ。はいよな、長なったな、日本ハムで。どうしようもない、熱なった、熱くなった。はい、西武。西武は、まあ、今年はちょっとあの怪我に、うん、まあやまあ、山川にしてもそうです、その差に、あの辺の痛かったですね、怪我が。まあ痛いよな。痛いで、若林、うん、ルーキーであんだけ頑張ってたのに、うん、でもあの今井とかね、高橋コーナーというのは 順調にね、まあ、来てるじゃないですか。だからまああそこの違いで言うと、やっぱり点取って勝つチームじゃないですか。いろいろミスがあったって、その点を取って、まあ、帳消しにするみたいな、はいはいはい、まあ、森は今年はね、あ、まあ、去年のようなことなくて本来の姿に戻りつつあると思うんですけど、ここはやっぱり1番2番でしょうね。あとは違います。まあ、1番が固定できないな、うん、2番は源田がいて、源田がいるから1番が決まれば源田も生きてくると思うんだけど、だから若林がいた時とかまあまあよかったです。まあまあまあ、そうそうそう、ただね、あそこはね、フォアボールが多すぎるわ。確かにもうね、びっくりするよ。あれなんでしょうね、3連続フォアボールが満塁ホームランで、もうそりゃ点取られるわって。いや、確かにちょっと多い、多すぎだよ、多すぎますね。あ、だから松本も素晴らしいよ、リリーフから先発に戻ってきて。俺はこの前見たら、フォアボール、フォアボール、フォアボール、満塁ホームランって。でもね、そういうタイプじゃないじゃないですか。フォアボールを乱すようなタイプじゃないのに、そういうふうになってしまってますよね。でも全体的にフォアボールを、これなくさないと、そりゃそうです。やっぱ勝てないよ。ましてあそこはホームラン出やすい球場ですから。そうそう。ね、そりゃね、打つやつがおるっつったってね、がっかりするよ。いや、そう。あの、守ってる時間があれだけ長かったら、集中力も かけるし、やっぱお互いのこう信頼関係にもね、あの日々が入りますわね。でね、この前ね、テレビ見てたら、山川調子悪いじゃない、はい、で、ゲーム後にさ、打席に立ってるんですか。聞いてます。聞いてるでしょ、はい、俺あの、テレビで見てて、あれ山川何してんのかなと思って。イメージトレーニングもあるんでしょ、やっぱりイメージが。でもファンが入ってるんだよ。俺ね、あれを見た時に、いや、俺山川、それね、やめた方がいいと思う、うん、やっぱね、ファンはやっぱ結果を求めてるから、うん、俺はね、良しとしないよ、あれは。ましてやっぱりチームの中心選手やから、あれは逆にみんなも何してんねんって思われがちかも分かるよ。そうだろう、はい、だから俺もそう思ったの。いや、ファンが入って、ね、あのいなくなって照明、照明が消えて、あそこで立ってイメージトレーニングするんだったら湧くと思うんだよ。でもね、あれはね、俺はね、決していい光景には見えなかった、ね、山川クラスだったら、あのクラスになればね、そうそう、努力は見せちゃいけないんだよ。まあ、すごい、それ分かります。分かるでしょ、うん、やっぱね、努力は陰でやるもんでさ、見せるもんじゃないんだよ。で、まあ、見せるのは、あいつのホームランでいいんだから。でも、それは帰ってからしなさいってことでしょ、うん、そう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 、それはそうですね、うん、だから、俺はね、それはすごく感じたの、うんうん、だから山川の復調はやっぱ影の努力だよな、うん、まあ、山川が打てないとさ、勝てないじゃないか、盛り上がらない。そうだよな、はい、だからそういう風にしてほしいなって俺は思ったんだよね、うん、そうですね、うん、はい、次ソフトバンク。ソフトバンク苦しんでますね。でも、はい、いや、俺ね、3位にしてる、僕優勝にしてます、うん、だから苦しんでると思うんですよ、うん、今年は。でもね、俺ある程度苦しむと思ってた。もうそうですよ。でもじゃあ、そのソフトバンクの上行くのどうかなと考えたときに、もちろん楽天しかないと思うんですよ。けど、
僕はその1年1年監督が変わるからね、そういうところにもやっぱりそのソフトバンクのようなところが優勝してほしかったっていう、これ個人的な希望です。ソフトバンクはじゃあやっぱ怪我人があれやるとさきついです。きついよな、まあ、それとあれだけ打てないとさきつい。でもね、あのチームはこんな打てないんですね。なあ、まあ、もちろんね、デスパイニン、グラシアル、でバレンティン、まあ、そういう助っ人がね、なかなかいないというところと、まあ、抑えの森が怪我して、ちょっとモイネロの途中抜けましたけど、そういう問題じゃないぐらい出ないですね。やっぱ松田は少し老化かな、うん、やっぱり年齢的なもんもあるし、うん、中村が悪い。中村も悪いし、今宮も去年が怪我のあれからちょっと良くないですよ。そう、故障がちだな。で、シュートもあんま良くない。シュートもファームだしか。うん、で、まあ、柳田も数字だけ見たらあれやけど、なんかそんなに今年はね、いや、やっぱ打ってもさ、前にランナーがおらんからさ、なんていう、得点にならないんだよね、ホームランでしか。だからあれだけ選手がいるね、ソフトバンクがこんな苦しむなんてっていうのは感じますよね。まあ、感じる感じ。で、一時、海外よかったって6番も打ってたけど、海外8番、9番にが怖いわけですよ。海外、海はもう北九州でずっとホームランでやらへんのさ、ホームランを4割バッターになる。いや、ほんと。まあ、笑い事じゃない。でも5割でしょ。それでもね。でそういうことなんですよ。だからピッチャーが本当に、なんか打たれてるようで打たれてない。でもね、千賀いない、東山がやって戻ってきましたけど、ほんでまあ高橋も悪い。モイネロがいなくなった。森もいない、最後。森もいない。それであんだけやるんですよ。うん、すごいよな。やっぱやりくりというか。まあだから、メンバーが揃ってきて、やっぱり、これだけみんなが悪いとね、このいい時はガッとまた上がってくる可能性もあると思うんです。まあまあ確かに。だから怖い、まあ、やっぱり経験もあるし、まあ最後になったらね、上の方に来るんちゃうかなと思いますけどね。まあこのままでは終わらないよ。そうですね。うん、やっぱり怪我人が揃って、はい、ラインナップを組めば外国人が入って、いや、それは打ち出すと思う。そうですね、ある程度はね。やっぱ無理があるもん。まだまだ、若手には。うん、それはそうですね。うん、あとは、阪神から言ったやつ中谷、あれもチャンスあるんじゃない？いや、いいとこ、いい時期に日本もそうですけどね、良かったジャイアンツのトレードは、うん、どっちもすごくまたチャンスが生まれるような、うん、阪神今外野なかなか出れないですよ。出れないよな。出れないです。もう固定になってるから、はい、いいですね。で、2人は固定でしょ、確実に、はい、まあ、3人固定か、30だから、うん、出れないです。出れないな、はい、出れない。でも中谷はどのぐらいの期待をしてる？まあ、2017年にはホームラン20本打ちましたけど、やっぱりプロ野球なんでね、彼の長所短所っていうのは各チームが分析してますよ。そうそう、やっぱりインコース、やっぱりインコースに投げて詰まらず、体を開かして彼の一番の長所のアウトコース甘めのところをホームラン完成っていうか、そこを投げなくなりました。インコースの速いボールにして低めの変化球という風なところがに対して対応、修正できれば守備もいいんですよ、彼は。あ、守備いいいいですよ。キャッチャーやってましたし、器用なんですよ。じゃあ肩も強いんだ。ただね、今この打てないソフトバンクでチャンスがなかなか回ってこないということは、回ってこなかったらもう回ってこないですよ。でもファームでなんかちょっと活躍してたな、最近。そう、意外ですけどホームランもあるんでね。ただ彼にはもうよくありますけど、ホームランバッターでもやっぱ打率2割とか2割に3分じゃあかんと思うんですね。やっぱり2割5分以上でホームラン出だすとね、彼もチャンス出てくると思いますけど、やっぱり相当頑張らないと難しいと思いますよ。まあまあそうだね、はい、でもまあ気になってる一人でしょ。そうですね、やっぱりね、はい、3位、